対決サクサクセスシーズン2実況27回目の今回、戦う選手は大人気野球漫画メジャーに登場する主要キャラクター佐藤俊也ことトシ君と対決していきましょう。今回は最強選手との対決になるわけだ。このトシ君ね、パープロのアプリの方だとね、登場してたりするんですけど、この本家パープロではまだね、出てきてない選手になります。なので今回は対決する選手というのは、オリジナルで再現して作られた佐藤俊也ということになりますのでね、もう原作でもね、眉村から打ったり超一流から打ったり、プロでも活躍したり、メジャーリーグでも活躍してるっていう設定ですから、当然能力も高いですよ。キャッチャーとしてのこのすごい打力、そして守備力もキャッチャーとしてかなりのものを持ってますから、つまりは神ですね。でも今回はこの神を超えられるよう、佐藤俊也を超えられるようすごい選手を作って勝っていけたらなと思います。今回作る選手の球団設定は巨人で作っていくよ。原作のね、設定でも巨人をモチーフにした球団にトシ君は入りましたので、なので今回オートペナントでマッサイも巨人で行きたいと思いますのでね。そして持ち込みアイテム、今回天才カードがありますから、このカードを使用しないとあのレベルに勝つことは難しいからね。なので天才カードともう1枚、多くの特殊能力を手に入れるためチヤホヤカード、この最強の2枚の組み合わせでトシ君を超える選手を作っていきましょう。レッツ対決サクサクセス、ステージ1-1やっていこう。おお、天才カードを使用したことがあって、ミートは C の60と高いで、肩力も D の57とあるんだが、だいぶ煽ってるな。で、ミート力と肩力は高いですけど、それ以外の能力はね、これもうほぼ普通の初期能力と変わらないので、ちょっと全体的に高めで始まったら良かったんですけどね。ミートと肩力に偏って、その他の能力がちょっと低いスタートになりましたので、まあでもね、ミート能力を上げないことには勝てないと思うので、そういう部分を鍛えていこうかな。さあガンダ、何をくれる？なんだ、チヤホヤはもう持っているからいらないんだよ。さあ無地パネルが輝き始める、いいっすね。青パネルも多いですから、そして多くの選手に会っていかないとダメなので、こうやってね、特殊能力もいっぱい手に入れて、やることが多いな。まあ、とにかくね、天才カード久々に使用して作るわけですから、こういう展開はいらないんですけどね。まあ、いきなり来てしまうという、当然失敗しないように作っていかなければなりませんから。ちょっとこういう展開ほんと避けていきたいんですけどね。さあ、もうすでに肩力ミートはシートね、ありますね。まあ、どっちともね、必要な能力ですので。まあ、それ以外の部分も上げていかないとね。さあ、お次ステージ2。またガンダーおんのか、いっぱいおんな、お前。よし。で、何？次こそプロ入り。失敗したくないんで。ミート強化カードね。悪くはないでしょう。で、選手もかも。イエース！あっちから来てくれた。宇佐美か。総力7アップね。できればパワー系上げてほしかったけどね。さあ、容体感かも。逃げないでおくれ。何くれる？広角打法！お前めっちゃ強いやんけ、この時点でね。ワオワオワオだよ。いやいやいや、相手は金徳持ってる選手ですよ。そらね、この手の特殊能力持っておかないと勝つことはできないでしょうね。いやいや、いいっすよいいっすよ。ただもっと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 より多くの特殊能力を手に入れて、通常の能力も上げてね、やることが多いんだよ。さあ次ステージ3もまたガンダーいるっていうね。お前いすぎだろ、ほんとありふれてんな。どこにでもいる犬か。はい、青パネルが赤く輝き出す展開も勘弁してくださいよ、ほんとに。無地パネル輝くも意味ねえよ、お前赤だらけじゃねえかよ。いや、ノリノリになるか、こんな状況で。どういう状況だと思ってんだ、お前。周り赤しかない状況だぞ。で、なんでこの犬はさっきから持ってるカードばっかくれんだよ。ほんで、ふざけんな、彼も近くにいんじゃねえか。いろいろともうマイナス点だらけだな。宝箱も遠いし。どうすんねん、もうカレンの動きが邪魔だと、こうなると。あ、でもカレンハメいけそうですね。人気者、いらねえ。それよりも特殊能力くれ。あーよかった、無地パネル青く輝き始めたね。さあカレン、ストップストップ、いやストップ、止まれお前、動くな。オーケーオーケーオーケー、もう騒がしい動画になっとるで、本当に。どうしようかな。とにかくね、宝箱も取りたいですし、ただ赤パネルが多いからな。とりあえずこっちから行く感じでオーケーでしょうね。で、体力回復、それはありがたい。ほんで上に宝箱あるんで、ちょっと赤パネル踏むことにはなるけども、しゃあないわ。パワーがだいぶ下がったな。
で、あ、よかった。そのパワー超人伝で上げれたね。ただ元通りになっただけだよ。マイナスパネルで踏んだ分が戻ってきたってだけね。下がった分がね。いやー、ミート力あるけど、それ以外の能力ついてきてないぞ。上げていかないともう不運な展開はなしだ、これからはね。能力は下がるものじゃなくて上がるもの。覚えておいて、みんなもね。下がらなくていいんだよ、もう。で、カレンも早えよ、来るの。宝箱周辺に現れるの毎回やめろや、ほんと鬱陶しいな。あー、で持ってたカードミート強化カードも落とす、最悪だ。で守備力アップ、いやでもうまくいけば可燃ハメもいける可能性ある。どうだろうねこれ、ちょっと、あー怖いな。どう来る、どう来る、どう来るの。とりあえず宝箱取って総力超人で、なん神は微妙だな。上にいる選手たちにも会いたいんですけどね、ちょっと変に行くとカレンにぶっ飛ばされる可能性もあるからさ。まあでも誰、重信、ああ重信小林なら会わなくていいな、無理してね。あ、いいでしょいいでしょ。あ、どうしようかな、もう体力温存して次のステージ行ってそこで能力上げるって感じで OK かな。うん、そうしましょうそうしましょう。この能力ではね今んとこ勝てる魅力見込みっていうのはないですけども、もう最終ステージで爆上げするしかないですね、こうなったらね。さあステージ5ですよ。なんか 赤に囲まれてるけどね。宝箱は一つのみ。選手はマギーとで亀井と最後寺内。マギーには絶対会っておいた方がいいね。いい特殊能力持ってる選手ですから。でミートも上げてパワーも上げて弾道も上げて、てか弾道パネルはないね。ってことは弾道上げれねえじゃねえか。選手にもらうしかないか。でこの弾道ではホームランそこまで打てないからね。まあそもそもパワーもないんだから。うわー、ちょっとまずいな。誰か弾道くれ。あ、宝箱、よし、もう一つ来たわ。下か。オッケーオッケー。で、カレンも来るのが早い。でも今のところ野球はまだ一回も現れてないですからね。救援に来てくれるはずだよ。さあ、マギー。オッケー。何くれる？あー、特殊能力くれない。なんで総力？マギー総力関係ねえだろ、お前。最も総力から遠い人やんけ。で、宝箱の中身は野球超人伝頼む。パワー超人伝ね。さあ、これでミートパワー、総力が B。あるんですけども、これではまだまだ勝てませんからね。ダメなんだよな。野球マンも早く来い。カレンが邪魔だ。野球マン来ねえのかい、今回。来なさそうだね、もうこうなったら。ほんで、まあ、もう体力的に踏めるパネルも限られてるしね。どうしようかな。最後、体力8でしょ。1、2、3、4、5、6。で、これで終わる。正解か。あと、選手に会っておこうか。誰？亀井か。かも。体力上げるのね。まあ A の83。あーで体力も回復。オーケーオーケーオーケー。まだプレイできるわ、これ。いいね、いいね、いいね。ミートパネルも踏んで。カレンがちょっと怖いんだよな、ほんと。そこだけだよ。あ、でもカレン回避はできそうだね。はい。はい。え、なんでお前連動しとんねん、一緒に動き。怖いわ、もうほんとに。で、ゴール行こうか、もうこれね。これで終了。な、トシ君みたいな能力ではあるけどもね、能力はね、ただ弾道だったり。特殊能力だったり、そういう部分がね、トシ君とは大きな違いがあるよ。相手、金徳持ってんだからね、このサクセスでは金徳を手に入れることは当然できませんから、その分ね、他の青徳とかで埋めていくしかなかったんですけど、持ってる能力は広角打法に盗塁 C に、対左打者 C ですね。で、キャッチャー系の特殊能力も手に入れることできなかったので、どうなんだろうねっていう話ですけど、まあ、でも、まあでも、能力だけ見たら結構いいのはできたんじゃないかなと思いますね。それでも勝てる可能性は低いですが。まあ出来上がった選手がこれなので、これで、トシ君と対決していきましょう。さあ、今回の対決サクセスは、互いに3回ずつ回して、キャリアハイの成績と通算成績。そして個人成績のみならず、キャッチャーというポジションですので、チームの順位とチームの投手成績、そこにも注目したいと思いますのでね。オートペナントで回す際は、打順は4番、キャッチャー固定でいきたいと思います。よい。まずは僕の作った選手からいきたいと思います。まあ、トシ君と比べたら能力の部分ではね、差はあるかもしれないが、一期選手として見たら、もうこれは素晴らしい選手ですからね。とんでもない成績、1回目シーズンから期待したいと思います。僕の作った選手、1回目シーズン開幕、じゃい。
にあれだけ打てるキャッチャーがいるんですからね、当然こういう順位にもなるよね。いやー、広島をね破っての優勝、10ゲーム以上開けてますからね、やっぱ打てるキャッチャーがいるということはこういうことですよ。巨人のキャッチャーはどうですか？打てるキャッチャーですか？超打てないキャッチャーですよね。あれがおるから優勝できないのね。いや素晴らしいね。まあチームの順位はいいんですけどもね、個人成績がどうなのか、そこがねやっぱ一番大切になってきますので、この優勝した中、僕の選手はどういう成績を残したのか見ていこう。オープン、ダダダン、ホーイエーホーイエーオーイエース、来たね。打率は3割3分2厘、ミート力はありますから、この打率も納得やね。最高です。で、143ゲームフル出場で564打数の187安打。二塁打39本と多く、三塁打3本で、本塁打はどうなんだ？オープン、ダダダン。13弾道やね。パワーはある。B ですから。ただ、弾道が2ですからね。二塁打は多いんですけど、本塁打13。3だったらちょっと変わってた結果になったと思うんですけどね。率の高さには驚かされたが、本塁打はちょっと少なすぎますね。相手は軽く30本打ってくる素質がある選手ですので、この数っていうのはちょっと今後出してはいけない数字ですね。20は超えてもらわないと。打点は93打点。得点圏打率は3割1分9厘。得点圏出すの割にはなんか打点が少ないような気がする。もっとね、100打点いってもいいと思うけどね。得点108、三振が80、フォアボール65で、併殺は10、盗塁14、多いで、成功率も8割7分5と高いっすね。これいいっすよ、これは。で、出塁率は4割0分1厘。長打率は4割8分で、OPS は8割8分1厘ということになりましたね。トシ君がね、どういう数字を出してくるか、そこが非常に未知数ではあるんですけども、1キャッチャーとして見たらもう神ですね、ゴッドですね。今の世の中にいないキャッチャーですよ、これは。打てるキャッチャー。そしてこの選手は走れるキャッチャーでもあるからね、14盗塁で成功率は8割以上ですから。いや、素晴らしい成績を1回目シーズンから残してきたんじゃないでしょうかね。問題はキャッチャーとしての守備能力。そこなんですけども、どうなるか。盗塁阻止率は、3割7分5ですからね。平均以上はある、むしろ結構高い部類と言ってもいいでしょう。ただエラー3つ絡んでるのは何なんだろうね。ちょっとその辺はダメだと思うんですけどもこの盗塁阻止率とこの打力があればエラー3つ、別に問題はないねって感じで、チームの投手成績も確認していきましょう。こちらになりますね。おー、防御率、失点、被安打、奪三振の部門でリーグ1位ということになりましたね。もちろんこれはピッチャーがね、前提の成績になりますから。でもね、キャッチャーが変わるとこの部分でも大きな差が出てきますので、やっぱね、守備の面でも僕の選手は非常に優秀な、貢献ができたんじゃないでしょうかね。さあ、個人タイトル見ていきましょう。これだけ打ってるんだ。いろいろと独占じゃないですか。まずベストナインですね。で、ゴールデングラブですね。そしてシーズン MVP は菅野が取ったか。僕の選手首位打者取ってますね。あと最多安打と最高出塁率、3つの個人タイトルと、そしてベストナイン、ゴールデングラブ合わせると5つというね、1回目から最高のシーズンになりましたよ。じゃあ次はトシ君をオートペナントで回していくからね。能力をもう一度見ていくと、能力自体も高いこともそうですが、特殊能力がやばいんだ。なんだこれ、超強すぎんだろって言った感じで、間違いなくすごい成績になることは予想できますし、軽く OPS9 割、いやもう下手すら3回のシーズンにわたってね、10割すらも出してくる可能性もありますので、この対決厳しいことには変わりないんですけども、いつも言ってる、回してみないとわからない、何が起こるかね。トシ君とはいえど、この能力とはいえど、案外小林みたいな成績になることは 100% ないけども、でもそれに近い成績出しても不思議ではないですからね。今から回して見ていきましょう。佐藤俊也、1回目シーズン開幕試合。あれれ？おかしいぞ。佐藤俊也がスタメンキャッチャーな巨人は、なんとリーグ2位というね、優勝できずですよ。首位とは 6.5 ゲーム差。結構惜しかったんですけども、僕の選手の方が優勝して、佐藤俊也の方が優勝できずという展開になりましたね。この中で、トシ君はどういう成績を残してるのか、まずは順位に下がってましたけどもね、見ていきましょう。成績オープン、ダダダダダン。どうだ？ほほー！
超すごい成績残してきてるね。当然のごとく3割3分9厘。俺の選手の打率もすごかったけどね。トシ君軽く飛び越えてきましたね。はい。まあ、でも試合は124ゲーム。これがあったんじゃないですかね。広島とのゲーム差見る限り、トシ君フルで出られなかったので、その期間代わりのキャッチャー務めるのは小林ですからね。小林とトシ君入れ替われば当然ね、勝率も変わってくると思いますので、それもあり優勝を逃しちゃった感じかな。まあ、怪我するってことはその選手の実力ってことだからね、運の悪さどうのこうのは関係ないですから。で、469打数の159安打。2塁打26本で3塁打2本でホームランは、おっと、そんな打ってきてないね。26本、30軽く飛び越えると思ってたので、なんか逆に少ねえなと思うくらいですけど、まあでもこれフルで出てないからね、フルで出てたのであればあと4本軽く打ってるでしょうね。で、打点88打点、得点圏打率は2割9分2厘ですね。で、得点74、三振67、フォアボールは59、デッドボールが6個。おいおいおい、まさかのまさかだと思うけど、四球攻めでお前トシ君をぶっ壊したとか言うんじゃねえだろうな。だとしたら腐ってるね。まあ、怪我の理由、欠場の理由っていうのがそれかどうかはわかりませんけども、この6個っていうのはやはり多すぎますね。やめていただきたい。未来有望な若手を潰すのはね。で、併殺は8、盗塁は1つで、出塁率は4割1分2厘、長打率は5割6分9厘で、OPS は9割8分6厘。すごい！いきなり OPS では大きな差が生まれちゃったんじゃないんですかね、これね。ほんで、守備力で見ていくとどうだ？トシ君、合いましたね。守備率では10割、エラーはなく、ほんで、盗塁阻止率も3割9分8ですから。高いっすね。攻撃力、守備力、弱点がね。まあ、怪我して試合に出れなかったっていうとこだけじゃないですか、弱点があるとすればね。それ以外はパーフェクトヒューマンですよ、これ。で、チームの投手成績で見ていくと、ああ、でも防御率、失点、基本塁打、脱三振、ヨシ級ですかね。ヨシ四球の部分で、リーグトップということになりましたね。で、トシ君の個人タイトル、ベストナイン受賞。ゴールデングラブも受賞ですね。欠場しながらも取るのか。まあね、近年のキャッチャーと比べたら全然物が違いますから。本物ですからね。ああ。ただ、この打率で首位打者を逃す大島が取るっていうね。取れたタイトルは最高出塁率のみの個人タイトル。なんでだ ?3 割3分9厘で取れない首位打者。いや、セリーグって思った以上レベルが高いんだね。大島さんが3割5分残してきてますからね。わー。まあ、残念ながら取れなかったということですね。まあ、でも万全な状態の佐藤俊也がいたら、これね、打点王もそうですが、本塁打王も首位打者も全部取って三冠王っていう展開ももしかしたらあったかもしれないよね。まあ、怪我するのはさっきも言ったけど、そいつの実力だからさ。まあ、でも2回目3回目万全な状態ならそういうこともあるかもしれないね。互いの1回目シーズンが終了しました。個人成績を比較すると、まあ大きな差が出ましたね。まあさっきから言った通り、佐藤俊也はですね、124試合、19試合欠場してるとはいえど、まあ、で、単純な攻撃力には大きな差がありすぎますから、まあこれ1回目シーズンに関しては、トシ君の勝ちと言ってもいいんじゃないでしょうかね。そして1年目のチーム成績で比較するとこのようになってますね。まあ僕の選手フルで出てたこともありですね、チームの順位は1位という最高の結果になりましたが、まあでもね、これ各投手指標で見比べるとこれ大きな差が結構ないかい。防御率にしてもそう、失点数にしてもそう、いろんな部分でですね、やっぱ僕の選手がキャッチャーするよりトシ君がしてた時の方が良くなってますから、まあね、打者としての差も出たのはそうですがね、キャッチャーとしての差っていうのもちょっと1回目シーズンから大きく出ちゃったので、もっともっと僕の選手2回目シーズンね、期待したいと思います。このままでは普通に負けて普通に終わるだけですから、普通に負けるのも嫌だし、普通に追いたくもないので最高の成績期待しよう。僕の作った選手2回目シーズン開幕じゃい。またもや巨人は優勝という形になりましたね。やっぱキャッチャーが強いとこういう感じになるんだね。僕の選手は2シーズン続けて巨人を優勝に導くといった感じで、その中での個人成績見ていきましょう。成績オープン、ダダダダダン、どうだ？だいぶ数字落ちたね。さっき3割3分でなんで今2割8分2厘？で、試合も119ゲームにしか出場してないし。なんでだよ、数字落ちるわ、試合に出られねえわ、最悪だね、これいろいろとあったんだな。
ガクッと落ちすぎだろ。いや、さっき自分の口で言っちゃったからね、試合出れないっていうのはそいつの実力だって、まんまブーメランとして跳ね返ってきたじゃないですか、もう。年くん以上に休んでますからね、この選手はね。休みすぎだよ。んで、打率も落ちてるし、2割8分2厘ですね。で、464打数の131安打。2塁打30本で、3塁打0。で、本塁打は16本。でもあれだけ休んで、さっきよりホームラン打ててるっていうね、フルで出てたら20超えてるじゃないですか。これもったいねえなー。で、打点79打点、得点圏打率は2割9分8厘。得点74、三振75、フォアボール48でデッドボールは2、併殺12で盗塁は9、成功率は10割っていうね。いや、さっきから足の面でかなりいい成績残してるよ、この選手はね。そして出塁率は3割4分9厘、長打率4割5分で、OPS7 割9分9厘。ただ怪我して試合に出られないだけなら分からんこともないけどね。その上に数字がね、いろんな部分で落ちてるんですから。ね、でも逆にホームランでは16本打ったり上がったりしてる面があったんだよね。そこが謎ですけどもね。でも残念すぎる2回目シーズンとなりました。上げなきゃ勝てないやつがここに来てガクッと落としたからね。成績は落としたけどもベストナインは受賞できるんだね。で、ゴールデングラブを、まあ他のセリーグのレベルのキャッチャーが低いということでしょうね。まあでも個人タイトルは先ほどのように取ることはできなかった。じゃあまたトシ君オートペナントで回していきたいと思います。1回目成績でも驚かされましたが、2回目はどうなるのか、さらに驚くような成績あるかもね。佐藤トシヤ2回目シーズン開幕。じゃい。で、次はちゃんとトシ君ね、チームを優勝へ導きましたね。ってことは、さっきと違い、試合にはちゃんとフルで出れてるってことなんでしょうかね。見ていきましょう。トシ君2回目シーズンの成績、オープン、ダダダン。どうだ？おっと！試合は143ゲームフル出場で出るも、打率は3割0分4厘と、僕の選手も2回目は大きく落としましたが、トシ君もかなり落としてますよ。やべえな、なんでこんな互いに落としたんだろう。落ちっぷりが激しいですね、互いにね。まあ143ゲーム、さっきとは違いフルでは出れてはいるんですけどもね。で、543打数の165安打。2塁打26本で3塁打1本でホームランは23本。先ほどは124ゲームで26本にもかかわらず、今回は、ね、143で23ですから、まあ率のみならず本塁打打つペースっていうのも落ちてますよね。なんか全然打ってこないですね。もっと打ってくるのかなと思ったら20本台で収まってますので、ここでそんな今んとこ差が開いてないっていうね。ほんで打点97打点、得点圏打率は3割7分7厘ですね。で、得点86、三振79で、フォアボールは82個とよく選んでますね。で、盗塁は0で、出塁率は3割9分6厘、長打率は4割8分3厘で、OPS は8割7分9厘と、まあすごい数字ではあるんですけども、やはり先ほどのね、成績と比べたら、やっぱ落ちっぷりっていうのは激しいですよね。その差約1割近く落ちてますから、互いの選手2回目どしたんやっていうくらいね、なんかいろいろと低下してる部分は目立ちますけどもね、まあそれでも全然優秀なことには変わりがないので、まあでも、漫画のキャラクターだということを考えれば、こんな成績でニヤニヤはできないし、すごいともならないよね。もっともっと漫画らしい成績を出してくれないとそこに驚きはないよ。で、個人タイトルもベストナインゴールデングラブ、その他は、あら、これだけか。互いにベストナインゴールデングラブで終わった2回目シーズンとなりましたね。さあ、2回目シーズンが終了して成績を比較するとですね、まあこれも見た通り、トシ君の方に軍配が上がるということでよろしいんですけども、まあ残念なのは互いに2回目シーズンすごい数字の落ちっぷりっていうね。まあ1回目も成績はね、結構差はありましたけど、2回目で大きな差が生まれてしまったので、もうそれを取り返すためには3回目シーズンでこのプロ野球史上最高の成績を出すしかトシ君に勝つ道はないと思いますので、その成績を僕の選手に期待したいと思います。次がラストシーズンになりますのでね、僕の作った選手3回目シーズン開幕、ジャイ頼むで。さあ、僕の作った選手のラストシーズンが終了しました。よい、プロ野球史上最高の成績を出すことはできたのか、見ていきましょう。成績オープン、ダダダダダン。どうだ、なあ、全然やん。こんなんじゃあかへんでも。
それを先残してくれたらね、よかったんですけどね。3割1分3厘。自分の1回目シーズンのキャリアハイも超えることはできませんでしたね。あくまでも率の部分ではね。もっともっと上の成績を期待したの。ここに来て3割1分3厘出されてもポカーンですわ。全然嬉しくないね、こんなんね。はぁ、ダメっすね。ほんで143ゲーム。ここではフル出場ですね。極端やな。1回目フル出場、2回目怪我でね、20試合以上欠場、3回目またフル出場っていうね。2回目何があったんだよ。で、打数549打数の172安打。2塁打27本で3塁打は3本で、本塁打は13本。攻めてそこ頑張れや。お前また13に戻ってんじゃねえか。意味わからんわ。1回目13、2回目16、3回目13だからね。だからなんで2回目119ゲームで16本打てたんだよ。謎だよ、本当ね。なんかあったんだろうね。意味不明なやつになってますね。ホームランの面でもっと期待したんですけど、結局キャリーハイは2回目ということになりそうですね。打点は89打点と一度も100打点をクリアすることはできず、得点圏打率は2割7分2厘、得点圏打数も多いですからね。まあ長打の部分がもう少しあれば100打点もクリアできてたんじゃないかな。で、得点79、三振76、フォアボール63。まあでも最後結構選べてるね。で、盗塁11で、最後に至っては成功率が7割切るっていうね。それまで唯一お前の自慢だった部分がなんでここでお前7割切ったんだよ。タイミング悪いな。全然しょぼいわ、最後まで。出塁率は3割8分3厘、長打率は4割4分4厘、ゾロ目で OPS は8割2分7厘とね。まあ本当に何度も言います。1キャッチャーとして見たら超優秀。誰もが欲しがるでしょう。トシ君との対決する選手ということで見たらお前はクソだ。全然期待通りの成績出してくれませんでしたね。で、守備面で見ていくと、まあ、成功率は3割4分、またエラー一つしてるしね。まあ、飛び抜けて高いというわけでもない。この辺で異次元な数字を出してくれたらですね、打撃の面で負けてたとしても、お、意外にも俺の、みたいなね。そんな展開も生まれたかもしれないの。そこの面でもトシ君に勝ててないんだからね。で、チームの投手成績で見ていくと、一気に数字悪化してるね。さっきまではずっと2点台だったんですけどね、チーム成績が。まあ、このキャッチャーのせいなのか。まあ、投手のせいっていうのもありますが、ここに来て3点台にね、数字は上がりましたから。まあ、こういう部分でも悪化してますよ。さあ、最後個人タイトルは、ベストライン、ゴールデングラブ。で、その他タイトルはありません。残念ながらこの3回目シーズンに飛び抜けた成績を出すことはできずに3回のシーズンが終えたということなので、まずはこれ3シーズンにわたっての成績ご覧いただきましょう。こちらになりますね。まあ、この中でキャリアハイを決めるのであれば簡単な話ですね。1回目ということになります。本当ね、こうやって見たら1回目から2回目の落ち方がすんげー激しい。で、2回目から3回目のその上り具合というのも期待したんですけどね、そんな上昇してない。っていうね残念なことになりました。1回目シーズンの成績をね、3回にわたって続けられていたらまだ勝てる可能性はあったと思うんですけどね、あれが続けられなかったのが痛いですね。そして通算成績で見ていくとこちら、405ゲームに出場して、打率は3割1分1厘、本塁打が42本、打点は261打点ということになりました。で、出塁率は3割8分、長打率は4割5分9厘で OPS は8割3分9厘。で、盗塁阻止率は3割4分3、受賞したタイトルは首位打者1回、最多安打1回、最高出塁率1回、ベストナインゴールデングラブ3回ということになりましたね。はい、次、佐藤俊也のラストシーズンということになりますのでね。まあ、1回目、2回目と好成績には間違いはないんですけども、ぶっちゃけ、あまり驚きはない。まあ、これくらいの成績出してくるだろうっていう範囲の成績ですからね。やっぱこういう金徳もたくさん持ってて、また漫画のキャラクターなんですから、その漫画のようなね、ほんと非現実的な成績をね、このラストシーズンに出してくれることをちょっと期待したいと思いますね。驚きをちょっと見せてください。今んとこね、いい驚きじゃなくて悪い驚きがありますから、あの成績の低下っぷりね、ここに来ていい驚きを見れたらいいなと思います。いきましょう。佐藤俊也ラストシーズン3回目、開幕。ラストシーズンが終了だ。そこに驚きはあるのか見ていきましょう。成績オープン、ダダダダダンドダーン、イエース。
驚き驚き、今ので目が2つ飛んでいきました。見えてない状況。オーマイガー。いやーもうすごいっすね。ここに来ての3割6分2厘、かなりの高打率。これは佐藤俊也ですね。間違いない重野五郎のライバルであり相棒でもあるメジャーのキャラクターですね。すごすぎますねこの打率。1回目2回目出されなくてよかったよ、出されてたらこの対決3回目まで回さなくても勝負ついてたからね。すごい。んで143ゲームきっちりフル出場で550打数の199安打ですからね。フル出場でこの打率っていうのは本当ね、もう能力がなければ無理ですから、すごいですよね。で、二塁打が37本、三塁打1本で、ホームランは32本。ここに来てね、このね、3シーズンで初めての30本達成も、やっぱ数としてはね、もっと打ってくるだろう、40いくんじゃねえかなと思ってたので、ホームランに関しては驚きはなかったですね。まあ大体これくらいっていうのは分かってましたから、むしろ少なすぎるくらいで。すよね。まあどっちかといえばアベレージ寄りの能力なので、まあそれもありじゃないでしょうかね。で、打点127打点、おいおい、これ三冠王ちゃいますか。得点圏打率も4割台。弱点ね、ほんとね、なんだこれ、最強じゃねえか。こんなやつが打席にいたらまず逃げるよね。逃げて帰って何もしない。それ正解だと思う。で、得点が103、三振71で、フォアボールも83と、この打率でこのフォアボール数、出塁率えぐいんじゃないか、これね。見ていくと、4割4分4厘、ゾロ目アで、これすんげえなー。ほんで、長打率は6割0分7厘で、OPS は10割0分5厘。もう一度、10割0分5厘。つまりは神だ。ラストシーズン、そこに驚きはしっかりとありましたね。すんごい成績だこと、本当ね、これが最強のキャッチャーですよ。俺のようなあの能力で挑むには早すぎる。あんなやつ逆立ちしても勝てへんで、何しても勝てねえよ、本当ね。で、盗塁阻止率で見ていくと、4割1分9厘ですからね、もう非常に高い数字を最後まで出し続けたということになりましたね、守備の面でもね。で、まあ当然こういうキャッチャーがいるチームですので、巨人は優勝してますね。できない方がおかしいよ。もうダントツのリーグ優勝ですね。で、チームのね、投手成績各指標でリーグトップですから、打力の貢献度っていうのもナンバーワンであれば、守備の貢献度っていうのもセリーグ、いや両リーグナンバーワンだということがこれを見たらわかるでしょう。さあ、三冠王受賞なるかと期待なんですけどね、どうなんでしょうか。まずベストナイン。巨人勢がお前、投手からショートまで全部受賞してる。村田も取ってますからね。なんでこれ戦力外にしたんだ、意味わからんぞ。ただ外野手では一人も取れないっていうね。なんかちょっと悲しいですけどもね。はい、トシ君受賞。で、ゴールデングラブも受賞ですね。で、シーズン MVP 受賞。しかし、本塁打王はゲレーロということなので、残念ながらトシ君三冠王は逃すという形になりましたね。その他最短だと最高出塁率取ってますからね。ほんと最後にアニメから出てきた、キャラクター的な感じのね、成績を残して帰っていった佐藤俊也でございましたね。はい、これでトシ君の3シーズンも終了ということなので、成績を見ていきましょう。こちらになりますね。まあ、この中でキャリアハイを決めるのであれば、わかりやすい。もう完全にこれは3回目シーズンということになりますね。で、通算成績見ていきましょう。こちらになります。410ゲームに出場して、打率は3割3分5厘。本塁打が81本、打点が312打点ですね。で、出塁率は4割1分9厘、長打率は5割5分3厘で、OPS は9割1分2厘です。盗塁阻止率は3割7分9で、非常に高く、そして、首位打者1回、打点王1回、最多安打1回、最高出塁率2回、ベストナイン、ゴールデングラブ3回、そしてシーズン MVP1 回というね、まあすんごいタイトルの数もね、取ってますけども、通算 OPS が9割1分2厘、今のプロ野球に、いや違うな、過去のプロ野球を振り返ってみても、この9割1分2厘という成績をね、1年でも出したキャッチャーっていうのはもう限られるんですよね。10人いないんじゃないですか、数えていけばね。ですので、まあいかにすごい成績か、すごすぎる、やばすぎる成績かっていうのは、もうこの通算 OPS を見たらわかる話じゃろって。はい、これで互いにね、オートペナントで回しを終えましたので、今からいろんな部分の数字を見比べて、どっちが上か下か、ま
負け犬か勝者なのか、そういう部分を決めていきたいと思います。まずはキャリアハイ部門の成績を見比べていきましょうかね。こちらです。僕が1回目、対して佐藤俊也は3回目ですね。まあ、キャリアハイですら大きな差がある。率ですら僕の選手は勝ててないですからね。まあ、本塁打でもそう、打点でも、もう圧倒的な差がある。ますからね、まあ、出塁率、長打率、それを足した OPS、何を見ても負けている、盗塁阻止率すら負けているということを考えれば、キャリアハイの成績は、佐藤俊也に軍配が上がるということでよろしいでしょう。さあ次に見比べるのは通算成績になります。こちらですね、まあ互いに400ゲーム以上に出場して、打率は3割1分1厘と3割3分5厘、まあ、通算打率ですらこれだけの差が空いてしまっている、その差2分4厘ですね。でホームランは42本と81本、約半分の差があっての、打点には261打点と312打点、打撃3部門ですらこれだけの差が開いてしまっておるからね。まあでも僕の選手は足がかなり活かせる選手ではありましたので、盗塁というのは34個で、とんでトシ君がね1個ですから、もうこっちの方がダントツにしてる。まあ足の部分では勝ってると言ってもいいんじゃないでしょうかね。まあても打撃の部分では出塁率は3割8分と、4割1分9厘、これに関してはトシ君が高すぎるね。で長打率は4割5分9厘と5割5分3厘 OPS では8割3分9厘と9割1分2厘の差が生まれてしまい、まあ盗塁阻止率でも差があり、そういう通算成績になりましたよ。もうこれはね、僕の選手がしょぼいのではないです。そこは勘違いすんなね。俺の選手はナンバーワンだ。今のプロ野球に現れたら本当ね、オールスターで人気投票ナンバーワンにもなるし、もう各球団がね狙うでしょうね。それは間違いないんですけども、相手が悪すぎた。通算成績でももうこれは当然佐藤俊也の方に軍配が上がるということでいいでしょう。で最後に見比べるのはチーム成績になりますね。まあこれね、見てわかる通り、投手成績ではね、やっぱキャッチャーが変わることによってこれだけの差がありますからね。まあ全てのシーズンにおいてね、トシ君がキャッチャーで守ってた時の成績に勝ててないですから、その指標ではね。まあね、個人の差もありますが、キャッチャーとしての差っていうのもこうやってね、数字をざっと並べれば出てますので、まあ今回の対決というのはもうそういう部分で非常にわかりやすく出ちゃったんじゃないでしょうかね。結果発表といきましょう。実況27回目。大人気野球漫画メジャーの主要キャラクター佐藤俊也と対決してみました。結果は、当然のごとく佐藤俊也の勝ち、俺の負け、それ当たり前。これでこのシリーズ19杯目ということになりましたよ。もう本当に数字を見比べただけで、分かる対決、まあいつも通りのやつですね。まあ個人のね、攻撃力でも負け、その盗塁阻止率とかそういう守備の部分でも負け、でねキャッチャーとしてのね、その各指標の部分でも負けてる以上、これで俺の勝ちって言ったらこのシリーズはやめ時になりますからね。自分に嘘はつかねえ、本音で喋ります。これはもうね、見比べちゃダメですね。選手としての格というものがもう 2,3 段階違うな、5,6、いやもう7回10段階くらい違う選手同士の対決ということになりましたのでね、まあ大きな差が出ての敗北という、そういう対決サクセスになりましたとさ。はい、これでね、トシ君とはですね、このパワープロ2017で対決するのは初めてなんですけどね、2016のデータの方では1回対決して負けてるので、通算で2敗目ということになりましたね。それは勝てるわけないよ。こんなね、再現して作られてますのでね。あっちは漫画とかの世界から出てきてる選手なんやから。それは強くて当然な話ですよ。金徳とかもサクサクセスでは手に入れられないんだからね。それは成績でもこれだけの差生まれるっちゅうねん。今完全な言い訳負け惜しみタイム入ってますよね。これ以上は恥ずかしいだけなのでやめましょう。もうね、はい、残念ながら勝つことはできませんでした。まあでもね、トシ君のすごい成績っていうのも見れたので、ある意味良かったかなとは思いますよ。この選手一人いればなんかね、弱いチームも強いチームも変貌しそうですけどね。まあこのパープルではね、巨人はそこそこに強い球団ですから、あまりそのね、トシ君の凄さっていうのは伝わらなかったと思うけど、これが例えばですね、中日とか、まあロッテとかね、大して強くないチームに加わると、なんか
順位とか本当に人気上がりそうですから、なんか今後ちょっと検証してみたいですね。機会があればまたピーマンチャンネルで動画投稿していきたいと思いますのでね。じゃあ今回の動画はこれにて終わりにしたいと思います。負け続けのサクサクセス、今回も当然のごとく敗北ということになり、いつこの連敗が止めれるのか僕には分かりません。まあとにかく次回の動画ではまた別の選手と対決して、まあ今回ねできた選手というのはそこそこいいものができてますから、まあ今回のようにいい選手を作り、次こそは勝てるように頑張るよい。てなわけで次回の動画もお楽しみにね。グググググバイ、また会おう。